アイテム番号 SCP-38JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-38JP は1枚の用紙に印字された状態で封書に入れ一般的ユークリッドクラスオブジェクト収容ロッカーへ収容してください。 SCP-38JP と同等の特性を持つと思われる。 SCP-38JP の出現が確認された場合識別不能になるよう処理された後焼却し、当該関係者及び通信記録の記憶処理並びに抹消を行い、カバーストーリー、ガス漏れによる窒息死、を適用してください。実験には D クラスのみを用い、実験中のチャンバー内録音装置の使用を禁止します。実験中の一切の監視行為を禁止します。使用された D クラスの遺体への接近は禁止されており、遺体の処理は遠隔アームでの火葬の後に行い、遺体から半径2メートル以内には決して近づかないでください。説明。SCP-38JP は日本語の漢字。ひらがなからなる17文字前後の文字列及びその表音であり、その内容は冗談または慣用句であると推測されています。SCP-38JP を読む。または聞くなどして認識した被験者はその後オブジェクトを忘却することができず、関係性の高い単語などの認識により複数回オブジェクトに暴露します。被験者は当該オブジェクトの暴露回数に比例して段階的に症状が進むと報告されています。一度目の暴露で被験者は共通して、オブジェクトを、面白くなく、つまらない、と評価し、当該オブジェクトを認識したという事実自体、を他人に説明し、SCP-38JP がつまらないという共感を得ようという脅迫観念に取り憑かれます。2.3 度目の暴露は被験者の日常生活における、きっかけ、が当該オブジェクトを彷彿とさせることに起因し、複数回に及ぶ暴露を経て SCP-38JP を、滑稽で笑える、と評価し始め、あらゆる手段を用いて SCP-38JP を他人へ伝える試みを繰り返すようになります。個人差に左右されますが、当該オブジェクトへの暴露が8回前後に及んだ被験者は恒常的な笑いを抑えられなくなります。この状態まで進行した被験者は、笑いながら周囲の人間に対し当該オブジェクトがどれほど面白い内容であるかを連呼し、8回目の暴露から平均して2時間後にあらゆる延命措置を無視した窒息を引き起こし死亡します。1度目の暴露の時点で、B クラス以下の記憶処理は無力であることが証明されています。当該オブジェクトの影響下で死亡した遺体は SCP-38JP1 と呼称され、SCP-38JP1 の周囲半径2メートル以内に侵入する人間に対し SCP-38JP の幻聴を発生させます。幻聴は SCP-38JP1 となった被験者の生前の肉声と似ていると報告されていますが、幻聴の内容はいかなる遺体でも共通していることがわかっています。現在まで16種類の SCP-38JP がネットワークサービスや口づてで生み出され、同様の特性を持つことが明らかにされています。現在確認されているすべての SCP-38JP は日本語で書かれていますが、日本語を理解しない人間が見た場合、被験者は日常生活における不自由のないレベルでの日本語を会得します。これは先天性、後天性問わずの質や他の、識字能力のない人間を回復させる特性を含んでいることがわかっています。SCP-38JP は元東平重工に所属していたシステムエンジニアの自宅で発見されました。発見当初下の自室では民間ネットワークを介した自律学習性人工知能の初期実験をしており、当該オブジェクトは、接続されたプリンターの出力部に出ていた資料の上に印字されていました。当該のシステムエンジニアは SNS 上にて SCP-38JP をルフさせており、すでに死亡していたことから大規模な収容違反が予想されていましたが、現在その全ては無事回収されています。インタビュー記録、日付2015。対象、財団所有 AI、エルカエクゼ。インタビュアー、D3824。不起。職員への暴露並びに収容違反を最小限に止めるため、
対人自律思考アルゴリズム搭載プログラム、エルカエクゼ、を使用し、B3824 には、マイク越しであらかじめ17種類の SCP-38JP の内容をインプットさせたエルカエクゼにその内容を問い、特徴をメモするよう指示してあります。録音開始。こんにちは。こんにちは。何かご用でしょうか。ハルコさん、でいいんですよね。ええ、そうですよ。スピーカーの調子がおかしいだけですのでお気になさらず。ああ、そうですか。僕は君に聞かなきゃならないことがあるんだよ。なんでしょう？その、君の持ってる封筒の6番の言葉を見てどう思ったの？確認しました。直接お伝えすることは禁じられているので感想を述べます。1951年に発表された小説の中で似たものを見たことがあります。それはとても知性的と呼べるものではなく、非常に品のない文章でした。例えば、似た作品はないの？ハルコさんが知ってる写楽とか。先ほど言いました作品以外に該当す、SE7721 番は不正な値です。なんて言いました？ SE、え？これは、すごく重 SE7721 番は不正な値です。え？ SE7729 番は不正な値です。すみません。話を戻しま SE7725 番は不正な値です。ハルコさん大丈夫ですか？その名前本当 SE7722 番は不正な値です。聞いてくださいよ。データ削除済み。録音中止。終了報告書エルカエクゼは40のプロテクトと17重の禁止ワードを設定されていたにもかかわらず、オリジナルの SCP-38JP を発話しました。エルカエクゼの会話ログのほとんどは破損しており、現在会話終了1分前からのデータを削除した上で解析が進んでいます。SCP-38JP の作用は現在も研究中です。なお、事後検査により D3824 は当該オブジェクトに暴露していることが分かったため、終了されました。